ローマリード鉄道線、またはリード線はローマ市の鉄道路線の一つでローマサンパオロ駅と南のオステアリードの海水浴地区を結ぶ前線ローマのコムルネ内にある地下鉄の特徴を持つように建設されたイタリア最初の鉄道であるグランデラッコルドアヌラーレ内の区間はローマ地下鉄の B 線と並走するが全路は独立している 二つの路線は、バジリカ山、パオロ駅とエウル・マリアーナ駅を共用している。グラを出ると、トリーノ、ビティーニア、カザルベルノキ、チェントロジャーノ、アチリア、オスティア・アンティーカなどの地区を結んだ後、オスティア区に到着する。ここまで五つの駅がある。海岸側の終点は、エウルからオスティアに至る道である、クリスト・オフォロ・コロンボ通りの終点と同じ場所にある、クリスト・オフォロ・コロンボ駅にある。 1>, 1日平均9万人の旅客を輸送している。営業は毎日5時18分から23時30分までで、ラッシュ時では1時間に12本の列車が走る。区間内には13駅があり、全長 28.359km で、平均所要時間は約37分。ありがとうございます。